1913年の添田11添田11昭和4年7月4日は、明治、大正期の財政家、銀行家、実業家、経済学者、官庁エコノミスト、法学博士、筑前の出身、日本法律学校の設立に加わった、近代日本における財政確立の功労者の一人であるとともに、経済学の教育、普及に尽力した、 官庁エコノミストの先駆け的人物として知られている。1864年、筑前国音楽軍広辺村の職人、添田慎三郎の三男として生まれる。出生当時は、添田家は相当の資産家であったが、父慎三郎が資欲がなく、事前を好んだため資産を使い果たし、家族と共に7歳から諸国を流浪することとなる。幼少より、書道の才能があり、 わずか8歳にして、号を、筑紫山等と消費所によって、家計を助けており、書の振動と言われたほどであったが、時の大阪府知事、渡辺登に書いた書を見せたところ、渡辺はそのあまりの才能を惜しみ、添田のすずりと、落款を、庭の敷石に叩きつけ、書などではなく、学業に先進したいせいせよと悟した。これにより、添田は、書の道ではなく、 学業によって立身することを志すことになった。上京した添田は、小舟町の鰹節問屋の小僧として働きながら、外国語学校の夜間部に通い、旧福岡藩主、黒だけの旧非正となって、東京大学予備門を経て、東京大学に入学した。東大では、フェノロサや田尻稲次郎の下で、理財学を学び、1884年、政治学理財学科を卒業した。 東大卒業後は、先に入賞していた旧市、田尻の勧めにより、同期卒業の坂谷義夫と共に、大倉省に入賞したが、同年匹職となり、ヨーロッパに、自費留学した。これは、黒岳の私学である、藤雲館において、教鞭をとっていた関係から、黒岳十三代目、当主、黒田長生の要項に同行したものである。イギリスでは、ケンブリッジ大学に入学し、 政治経済学を学び、マーシャルの講義を受講している。1887年、ドイツのハイデルベルク大学で学んだ後、約3年にわたる留学から帰国して、大倉省に復帰、主税官に命じられた。大倉省では旧市であり、上司でもある田尻の地遇も得て、入省後しばらくは、主税畑を歩き1890年以降は、 銀行行政に携わり国立銀行処分に関与した。八百九十三年には、貨幣制度調査会特別委員となり、日清戦争後の賠償金により金本位制への移行がなされた際には、金本位制実施を主張する、副名書の起草にあたり、これを元にした、貨幣法の国会審議の中で、政府委員として、田口幸地など反対派への説得に努め同法の、 制定に貢献した。1898年 Y 藩内閣が成立すると、田尻の公認として大倉時間に就任するが、同年末の当格により時間辞任とともに大倉官僚としての生活も終えることになった。添田は現役の大倉官僚としての生活の傍ら、東京帝国大学、東京専門学校、専修学校、学習院などで経済学を講じており、 1889年には山田昭義、宮崎道三郎、金子健太郎らと共に日本法律学校の創立に参加している。同時にまた雑誌で経済問題を論じるなど経済学の啓蒙普及活動に努め、当時においては単なる官僚でなくエコノミストとして一般に知られる存在であった。1890年 A で雑誌エコノミックジャーナルが創刊されると、 日本通信員を移植され、日本の経済学の現状に関するレポートなどを寄稿している。ソエダはまた、日清戦争後、社会問題の顕在化を背景に結成された社会政策学会に参加している。彼は、健全なる国民の発育の観点から工場法の制定の必要を認めており、1896年の農商工高等会議ではこれに反対する。 渋沢栄一らを前に自説を強く主張した。退官後に開催された1907年の社会政策学会第一回大会では、資本と労働の調和の重要性を説いている。社会政策学会における添え田は、主従の定義や家族主義、温情主義に基づく政策を衝動する左右派とされ、先日の第一回大会でもより急進的な部分を代表する高野岩三郎。 福田徳造からの批判を受けている。しかし、早くから社会政策の必要に着目した、先見性は死の田尻や同僚の坂谷には見られないものであり、幅広い視野を持つ解明派官僚であったと言える。大正後の添田は銀行家、実業家、政治家、学級として多彩な活動を続けた。法学博士の学位を受けた1899年。 同郷の友人である杉山茂丸の推薦により日本統治下にあった台湾の中央銀行である台湾銀行の設立に参画し自ら初代頭取に就任した。その後、1902年の日本工業銀行設立、1912年の日仏銀行設立にもそれぞれ参画し、前者については初代総裁を務めた。 大正期に入って、いわゆる廃日法といわれるカリフォルニア州外国人土地法のロビー活動に当たったが、力及ばず1913年に同法は可決した。1914年には第二次大熊内閣の鉄道委員総裁となり、前任の戦国密具を引き継ぎ鉄道後期化を目指したが、実現には至らなかった。1925年には直線貴族院議員となり、 その島で在任していた。また、友愛解説率への関与と、同会顧問就任、労使協調の調査機関である、協調会への参加、志を同じくする、実業家、武藤山路が1923年に結成した、実業同士会への参加は、先日した、社会問題への関心の延長線上にあるものだった。1929年以岸から岸性腹膜炎を、 併発して死去。通信員として関わったエコノミックジャーナルには、ソエダに対する追悼文が掲載された。墓は青山霊園にある、ソエダ11位会勲章等。ありがとうございます。